県内は今日も暑くなり、佐賀市の最高気温は 32.2 度と7月中旬並みとなりました。明日も佐賀市の最高気温は30度と真夏日が予想されています。今日も県内は高気圧に覆われて晴れ、朝から気温が上がりました。最高気温は佐賀で 32.2 度、川添で 30.9 度と今年最高を記録し、7月中旬並みの暑さとなりました。一方、伊万里は25度、唐津は 23.5 度と平年並みの気温となりました。気象台によりますと、海からの風の影響などで気温があまり上がらなかったということです。明日の予想最高気温は佐賀で30度、伊万里で27度となっていて、佐賀は2日連続の真夏日が予想されています。暑さに慣れていない時期ですので、こまめに水分補給をするなど熱中症対策をしてください。